わからないです。プレゼントありました。多分お父さんが置いたんだろうなって思いながらも、でもあの鈴の音何だったんだろうって思って、で学校行って友達に言ったら、お父さんがベランダで鳴らしてたんじゃないのとか言い出して、いやそれは手込みすぎだろうとか思ったんですけど、こういう経験ありますか？お父さん手込みすぎだろうって思い出したんですけど、昔任天堂64ってゲームがありまして、で私弟がいるんですけど、二人でよくゲームしてたんですね。でゲームずっとしてると親に怒られまして、ある日お父さんですね、ゲームしまってる箱みたいなのがあったんですけど、それ重くそ蹴ったんですよ。こんなゲームばっかりしてたら捨ててしまうぞとか言って、パコーンって蹴ったんですよ。でうわーお父さんめちゃくちゃ怒ってるって思ってて、まあ、その日は何もなく、じゃあもうゲームやめますって言ってやめたんですね。で 2,3 日しても本当に何でもない日ですよ。何でもない日の午後、なんかアニメとか見てたんですよ、テレビね。でふってお父さんの足見たら、なんか紫色になってまして、紫色って思って、お父さんその足どうしたのって聞いたんですよ。いや別にとか言ってまして、いや別にじゃなくてやばくねその色って思いまして、小学生ですよ私も、お父さん足の色やばくないって言ったら、ちょっと照れながら、この前ゲーム蹴っただろ、あの時テレビの角に当たっちゃっててさ、てんてんてんはははとか言ってました。折れてないよねとか思いながら、大丈夫ってなったんですけど、いや物は蹴っちゃダメですね、危険です、どうなるかわかんないです。ムカついてもやっぱ物に当たっちゃダメですね。うん、まあお父さん結構やばい人で、なんか痛みに強いのか何なのかよくわかんないんですけど、こういう怪我しても絶対病院行かないんですよ、怖いですよね。クリスマスに話す話ではないんですけど、お父さんのヤバい事件もう一個ありまして、小学校から帰ってきたらお父さんもう家にいて、えって思って、で顔パッて見たら目ん玉すっげー色してるんですよ。なんかお化け屋敷に出てくる片目腫れ上がったお化けみたいな目ん玉してて、なんか
血出てるっていうか紫色だしすげえ腫れてるし、で、どうしたのって思いまして、お父さんその目やばくない、どうしたのって聞いたんですよ。そしたら、いや仕事でとか言ってて、病院行ったのって聞いたら、いや病院は嫌いだからみたいなこと言ってまして、いやいやないだろうって子供ながらに思ってたんですけど、でなんでそうなったのって聞いたら、あのレンチとかスパナとかあるじゃないですか、なんかネジ外すやつ、あれ使ってたらしいんですよ。でめちゃくちゃ硬かったみたいで、思い切りこうって回してたんですって。でそれ回してたやつがパーンって外れて自分の顔にぶっ飛んできたらしいです。自分の手で重くそくってやってたらパキって外れて、思いっきり自分で自分の目玉殴っちゃったらしいです。やばいですよね。で目玉潰れたって思ったらしいんですけど、でそれで紫色になって目の上切れて血もダラダラで、でも仕事にならんわって言って途中で帰ってきたらしいんですよ。でめちゃくちゃおばあちゃん心配してて、病院行きなさいってすっごい言ってたんですけど、あの人病院結局行かなかったんですよ。ほんとやばいですよね。で痛いけど痛くないから、まあ、病院行くほどでもないしとか言って病院行かなかったんですよ。あー怖い怖い怖い。男の人って痛みに弱いとか言うじゃないですか。絶対嘘ですね。多分私の方が痛みに弱いです。ピアスとか怖すぎて開けれてないですもん。未だに開けたいと思わないですし、注射とかするとウィーってなっちゃうんですけど、皆さんは痛みに強いですか？Thank you.
話聞いてくれてありがとうございました。